ニッポノサウルスは1934年にカラフト豊坂群川上村で発見されたハドロサウルス科の恐竜。白コ後期の約8300万から8000万年前とされる地層より出土したヒパクロサウルス族に近縁と考えられている日本流とも呼ばれる。ニッポノサウルスの骨格標本化石は三井鉱山川上炭鉱施設内の 病院建設現場から発見された。命名者は北海道大学教授、長尾匠。発掘された化石は、頭骨の一部、骨盤、腰椎、後ろ足など、全身の約40%が得られている。産出層は、白秋に形成された海清掃であり、死後、死体が海浜に移動したか、海岸で死亡したとされている。日本人によって、研究、 記載された初めての恐竜である。模式標本は北海道大学に保管され、復元骨格は北海道大学総合博物館と国立科学博物館に展示されている。体長約4メートル、体重1トンほどと推定される。大体骨縁異分には剣を通すための溝が深く、トンネル状になっており、剣が抜けないようになっていた。これは、 高速走行に適した形態であったと推定されている。また、座骨先端の突起から、ランベオサウルス赤に近縁と判断された。ありがとうございます。